ただいまから金分のお茶、霧馬絵の手摘み茶の美味しい入れ方について実演してみたいと思います。それでは、はじめにお湯を 100cc 計量カップで測ってみたいと思います。ちょうど黒いマジックのところが 100cc ですね。このぐらいですかね。はい。続いて、取ったお湯を湯冷ましに移して50度まで冷まします。防温度計を入れて50度になるのを待ちます。次に、あらかじめ 10g 測ってあるお茶っ葉を急須の中へ入れておきます。急須に入れたら、ちょっとお茶っ葉が平らになるように揺すって平らめます。それでは次に、50度に冷めたお湯を急須に注いで1分待ちます。ストップウォッチをスタートさせます。この時に、本来なら急須の蓋をしたいのですが、私はお茶っ葉がどのくらい開いたかを見たいので、急須の蓋はあえてしません。はい、それでは湯冷ましへすべて注いじゃいます。湯冷ましへ一度すべて注ぐのは、3つの湯飲みに同じ味で注ぎ分けるためにやっています。最後の一滴まで、この残りの一滴がとても美味しいところです。それでは、3つの湯飲みに注ぎ分けます。はい、それでは召し上がっていただきましょう。はい、どうぞ。お茶の香りがすごくこの柔らかい感じでふわっとした感じがしますね。では、いわゆるペットボトルのお茶とは別物ですね。味わいっていうのがこうじわっと口の中に広がってきて、お茶独自の苦みと甘みが混在してとても素敵な感じです。静岡のお茶の中でも少し味が濃い方のお茶ではないかなというふうに思います。ごちそうさまでした。